ワードのこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。もう2018年もラスト1ヶ月切ったということで、皆さんクリスマスの予定はもうお決まりでしょうか？まだ決まってないねえ、今からねイルミネーションね見に行こうかなと。でね、そのイルミネーションなんですけれどもね、パンチパンダのね家の近くにね住宅地っていうものがあるんですよ。一軒家が立ち並ぶ住宅地で、結構ね金持ちが住んでそうな、そういうところなんですけれども、意外とそういうところってイルミネーションがめちゃくちゃ綺麗なんですよね。行っちゃおうぜ、行っちゃおうぜ。でね、この平成最後のクリスマスに誰が一番勝ち組なんだろうなっていうことをパンチパンダちょっと考えたわけですよ。まあクリスマスだとは言っても、まあね、あの火曜日なんで普通にね仕事があるっていう方もたくさんいると思うし、学校があってなかなか遊べないっていう子たちも結構たくさんいると思うんですよ。そんな中で誰が一番勝ち組なのかってわかりますか皆さん？推薦で大学にもう決まっちゃってる人、もうなんか勉強しなくてもいやーって言う子、平成最後の勝ち組よ。でね、まあそういった子からね、まあ DM が来まして、おいパンチパンダと、僕ちんは指定校推薦によって大学がもう決まったものでござる。その上でパンチパンダ氏にお尋ねしたいことがある。大学に行って僕ちんはやっていけるだろうかというね、まあちょっと可愛い質問が来まして、まあなんか指定校推薦とか、あとは付属のね推薦とかを受けて、でまあもう大学に受かったと。そういう人たちって一般受験、まあだから今この時期もうめちゃくちゃ勉強してる、そういう人たちと大学に入学してからどのくらい差はあるのか、その差はどんな感じなのかっていうね、まあ質問が来たんで、まあお答えしようかなと。でですね、個人的には大学に入学する前の成績ってあんまり関係ないと思います。というのも、俺の大学のよく絡んでたグループみたいなのがあったんですけれども、その中で入学当時に一番ダントツで頭の良かった子が大学3年生に上がれるかどうかわからないくらいにまでなっちゃって、でなんでかっていうと、その子ねあんまりね真面目ではなかったんですよ。だからあんまり大学の授業に参加しないとか、そういったものもありまして、3年生に上がれるかどうかわからないって言って、まあ最終的に上がれたんですけれども、大学に入学する前の成績っていうのはあんまり加味されないと思います。ただそれはあくまでも指定校推薦と一般で入学した人たちの話なんですけれども、これがまた付属の推薦で入学してきた子たちになるとね、またさらにね話が変わってきまして、何々大学付属高校とかあるじゃないですか。でね、俺それだったんですよ。でまあ付属推薦は取らないで一般受験したっていうような形の人間なんですけれども、あのね付属推薦組はね全然勉強しないよ。だからね、俺はその高校の中でも付属推薦クラスではなくて一般受験で、なおかつ理系のクラスだったんですよ。でもね、付属推薦のクラスのね前を通るたびにね、もう超うるさいからね、ほんとね、あれはねストレスだったな。はぁ、やっと終わったよ学校、ね遊びに行こうぜ遊びに行こうぜ、ねえねえ新しくできた駅前のクレープ屋さん行かない？わぁ行く行く行く、ちょっと待ってよ、俺たちも連れてけよ。え、じゃあ一緒に行く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 、どこまでも一緒に行っちゃうぞ。もうね、あれはね本当にやめてほしい。なんかねもう勉強に集中できなかったもん。でまあ結構付属推薦でね、あの大学に入ってくる子たちって結構ね、あの留年とかしやすいらしいので、そういう人たちはね、まあ高校の頃からまあちゃんとね勉強も最低限の勉強をしよう、最低限の勉強をするっていう習慣をね身につけて、まあ大学に行っていただければなと、はい、思います。ということでパンチパンダでした。じゃあね、もしよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。